行こうぜ1億2024久保です。いつもご視聴本当にありがとうございます。更新の励みになりますのでグッドボタンよろしくお願いします。公式 LINE です。人生ハックコラムを毎日配信しております。久保の投資哲学としてお金、健康、人間関係の悩みを解決すれば万事 OK というものがあります。 LINE 登録してもらうと人生豊かに生きる秘訣やコツをコラム形式で毎日配信しております。年収も資産もアップさせたい、人間関係に悩んでいる、健康に行きたいという方は人生ハックコラムで理想の未来を作りましょう。 LINE 登録しておいてください。告知です。10月14日月曜日祝日13時午後1時から最強エアドロコミュニティのズームセミナーを開催します。久保が運営しておりますディスコードの詳細をお話ししていきます。コミュニティ総利益10億円突破、今年の利益1000万円を超えるメンバー多数、ブラザー FX 今月利益3279万円などなど、エアドロ実績や雰囲気が参考になると思います。参加者全員が驚異的なリターンを上げておりますウラザー FX の話もしようと思います。このような感謝の声が多数紹介しきれないほど届いております。当たり前のように増えていてびっくり、こんなの今まで出会ったことがありません。すごすぎます。夢かと思ってほっぺたつむってみたら痛かったです。ウラザー FX の参加方法は最強エアドロコミュニティのズームセミナーでお伝えします。10月14日月曜日祝日13時からのズームにご参加ください。ということで本日のテーマですけれども、見逃すな穴場ソレイヤーが秘める驚異のポテンシャルをお届けします。ディスコードでリサーチをメインで担当してくれておりますカズマに来てもらって、今おすすめのプロジェクトソレイヤーを解説してもらいます。カズマは非常に有益なツイッター、そしてブログを運営しております。概要欄の方にリンクを貼ってありますので登録推奨です。それではカズマに来てもらいましょう。はい、それでは今日もカズマに来てもらっておすすめのプロジェクトというのを紹介してもらいます。よろしくお願いします。お願いします。では今日紹介するのはソラナチェンのソレイヤというプロジェクトについて紹介します。はい、これはどんなプロジェクトですか？これもリステーキング系っていうやつなんですけど、リステーキングって聞いたらもうなんか自動的にその他のチェーンの安全確保って思ってしまう方も多いですけど、でもこれっていうのがソラナチェーンのメインにしているリステーキング系ですね、うん、リステーキングと呼んでいるのはエーゲンと違って、あのソラナチェーン自体においてのあの自分たちの所持しているソルの量を多く持つことによって、うん、あの自分たちにあの費用を払ってくれるソラナチェーンのダップ数とかにより多くのステーキング資産をデリゲートすることができて、うん、それで彼らのトランザクションというものが通る確率というのは増えるんですよ、うん、通るスピードも増えるんですよ。それがソレイヤーのやっていることです。でまあエーゲンと結構似ているんですけど、他のチェーンとやる必要がないので、まあ、ソラナチェーンエコシステムのネイティブプロトコルって感じですね。ソラナに特化してるわけですね。はい、特化しているリステーキングのプロトコルです、うん、リステーキングの意味というのが、まあ、ステーキングされた資産をもう一度ステーキングする意味なので、まあ、そういう意味のプロジェクトですね、うんうんうん。まあ、ここら辺はちょっとエーゲンとの違いについて彼ら自身が出しているブログを引用していて、興味ある方は読んでみてください。これの熱いと思っている理由というのが、 BC 自体がそのバイナンスがついていることと、うん、これあの青色 の鳥をタップするツイートのところに飛べるんですけど、 BC はバイナンスが今年の8月かにあの投資をしていることを宣言したことと、うん、元からもう結構チーム自身が強いんですよ、うん、この女の方というのが寿司スワップのコアのデベロッパーの一人で、うん、彼女がこの寿司を辞めてから自分自身で立ち上げた初めてのプロジェクトかなっていうのがこのソレイヤと、残りっていうのがウォレット、マルチシグのウォレット MPC ボルトっていうやつを開発しているジェイソン・リーっていう方ですね。この人も、まあ、MPC ボルトっていうのが結構信頼されているウォレットの一つで、両方、まあ、中華系の方なんですけど、まあ、実力っていうのが認められていると思います、うん、実績がある人が作ってるとですね。そうです。で、はい、ソレイヤーの実績というのが私書いた記事といつ書いたんですよ、今年の5月25日で書いた記事時点で結構流行ってたんですよ。なぜ流行ってたかというと、その時わずか45分で31億円以上の入金を発生したことで、うん、まあ、その時大ヒットしたんですよ、うん、その時は結構覚えてるんですけど、まだ UC とか資金調達のニュースが一切出てない中でこの目標を達成できたというのが、うん、まあ、後ろに結構強いあのファンダーの人がついているかなというのが予想されていました、うん、この時に入れたんでしたっけ？入れられなかったのかな？この時は入れられなかったです。エポック1で入れたのかな？そうです、うん、私たちが入れたのがエポック1です、うん、うちのディスコードの方々にはもう先にアナウンスしていて、でエポッ
ロックワンで、まあ、結構混んでたんだよね確かね、新夜にねエラーとかも頻発したと。あ、そうです、そうです、うん、でしたね。よく覚えてますね、うん、私もその時結構なんか苦戦してやっと入れたって感じです。その時多分あの皆さんご存知か分かんないんですけど、ジョー高山っていう方がいて、ユーチューバーの、うん、そう、その人もあの入れるために苦戦してディスコードでずっとなんか文句、うん、というか意見を建設的な意見を話していました。はい、ここが DeFi ラマによるそのプロトコル の, あのランキングなんですけど、うん、ここで見てみると全然見当たらないんですよ、うん、97位にやっとソレイヤがいて、うん、だけどこれ の, あのやっていること的にも需要はありそうですし、うん、リステーキング系という聞き飽きた言葉なんですけど、でもソラナチェーンに特化したリステーキングで、うん、ソラナチェーン の, そのプロトコルたち の,、うん、まあ、あのトランザクションのプロセスのスピードを上げるっていうのは、うん、まあ、ソラナ自体からあの需要はあるんじゃないかなっていうのを見ています、うんうん、多分 BC も同じ感じで見てソレイヤに投資したと思います、うん、にもかかわらずソレイヤの TPL というのが、まあ、結構低めなんですよね、うん、これをソラナで一番大ヒットしたプロトコルのジトのエアドロ前と比べてみますと、うん、今めちゃくちゃ高いんですけど、これもまあ大成功したエアドロのおかげですね、うん、まあ、大体ここら辺でエアドロしたん、あ、うん、去年の12月でしたね、はい、ここら辺でエアドロしたんで、うん、ここですかね多分、まあ、300ミリぐらい、うん、それの3分の1ぐらい、2分の1かな、2分の1ぐらいしかない状況なので、うん、まあ、これの勢いっていうのが見えますね。シンプルに今なぜ入れてる人はこれほどではないかといったら、まあ、やっぱこの中にステーキングする必要あるし、これ彼ら自身のそのなんでしょう、宣伝というのがそれほど、まあ、大ヒットしてはいないんですよ、うん、例えばなんでしょう、なんかミームコインのようなそのバイウイルス的な宣伝というのが達成できてないから、うん、宣伝にはもうちょい力を注がなきゃいけないかなと思うところです、うん、で彼らっていうのが他にそのなんかゲーム化した体験を皆さんにさせようという話をして、なんかそのソレイヤにデリゲート、ソレイヤに資金を入れたらなんかいろいろクレームできるポイントみたいなものをクレームできるんですけど、それをポイントと呼ばずになんかエピソードに参加できるという、まあ、正直言えばちょっと困惑させてしまうような内容もやっているのもちょっと今それほど流行ってない原因の一つかなと私は思っています。とはいえ、リステーキングという注目ジャンルでソラナチェーンに特化しているプロジェクトにしては TVL が低いから穴場だよっていうことですよね。そうです、うん、ここのいいっていうところというのが、まあ、うん、いろんなそのソルチェーンの資産というのがソルですね、ソラナベースの資産を入れて、うん、ソラナに対してのエクスポーチャーを持ちながらここを狙えることです、うん、だからなんかいろんなミームトークンとか、その例えば AMM であの LP を組んでその損をするリスクを負う必要はほぼなくて、うん、まあ、プロトコルのハッキングリスクとソルのリスクだけを負うことでこれを狙うことができます、うん、でやることに関してなんですけど、めちゃくちゃ簡単で、あの記事の中でも詳しく書いているんですけど、まずは登録をします。で登録はやり方も全部ここに書いてるんですけど、登録終わったらこの中で好きな資産を預けることができます。最近統合したのがこのバイナンスとかバイビットとか の,、うん、あのステーキングされたソルですね、うん、しかしこの2つというのが、まあ、取引所が出しているので、まあ、追加のイールドというのがないし、まあ、安定はしていると思うんですけど、それがあんまり魅力ではないですね。安定しているんですけど追加のイールドがないということです、うん、でかつこの2つの使用できる用途も限られてますので、この2つはあんまり推奨しませんね、まあ、安定を求める方はこの2つも、うん、この2つよりもこっちの方はいいですね。なぜかというと、これソラナチェーンのネイティブリステーキングなんで、これも安定してるっちゃ安定してるんで、うん、シンプルにこれはあのオペレーターが違うなだけですね、うん、なので推奨するその中に入れる資産としては、このソラナのネイティブステーキングは一番推奨して、で次にはあのインフィニティというサンクタムが出しているところを推奨します。とこのヘリウスも結構最近勢いあるプロトコルで、5ミリぐらい資金調達して遠くのないところなので、もしかしたら自分自身の出している、うん、まあ、LST に、うん、あの一定のトークン割り当てあるかもしれないよということで、この3つくらいかな、うん、推奨します。でこのインフィニティというのがサンクタムというプロトコルを出しているところなんですけど、サンクタムって結構、まあ、ステーキングしている人に対してはあんまり良くないヤドロでしたね、はい、それはなぜかというと、彼らの割り当ての大部分というのが、まあ、
ツイッター枠に入れてしまったんですよ。でその後にファンタの人も、まあ、結構 LP というかステーキングしてた人に対してあんまり良くないことしたなっていうのを反省して、うん、これからシーズン2、まだアナウンスとか一切してないんですけどシーズン2やるらしいんですよ、うん、そのシーズン2においてはちょっと燃料を期待できても期待できるかもしれないねっていう話で、これも一応推奨できます、うん、なるほど。じゃあサンクタムがクラウドトークン、うん、がつまりインフィニティトークンを持つことでサンクタムのクラウドが狙える可能性がある、可能性がある。じゃあ、このソレイヤーにインフトークン入れるとダブル取りもできるかもってことですね。うん、この2つは単体で、まあ、LST に何かのメリットあることを期待してこの2つを入れることができます、うんうん、LST というのが彼らはプロトコルじゃないですか。彼らはプロトコルとして出しているステーキングされたそのことを LST と呼んでいます、うんうん、この2つは LST のによるさらなる期待ですね、うんうん、とこのソレイヤーをネイティブで入れることができるんですけど、ソラナがヤドロする可能性でほぼゼロじゃないですか、うん、それはなぜここに入れるのかというと、うん、ここに入れてしまったらデリゲートというのができて、うん、デリゲートというのがさっき私も言ったように、まあ、ソラナチェーンのダップスを支持するということですよ、うん、そこにデリゲート先としてこのソニックというところがあって、うん、このソニックというのは、まあ、10ミリぐらい資金調達したソラナチェーンのレイヤー2ですね、うんうん、なのでここにデリゲートするともしかしたらソニックからありがたいですねってあなたに一定程度のソニックトークンとか渡すかもしれないです、うん、実際、まあ、私はこのような考えを持っている人、私と同じような考えを持っている人も結構いて、他の、ダプスよりも断然にデリゲートされたステークされたソウルの方量が多いです。例えばこれエポック1とかに入れてる人は、もう以前から入れてる、ネイティブソウルを入れてる人はデリゲートしといた方がいいと思うんですよね。もうそうです、何回もアナウンスしてますし、大体の人もデリゲート済みかなと思います、うん、新規の人も、まあ、正直今ソレイヤーやるのは少しエポックファンからあるので少し遅いんですけど、でも今イベントも続いているのでまだ入れることはできます、うん、もし放置しているし、でかつホールドしたいソルがあれば、うん、まあなぜここに入れない理由があんまり見つからないという話です、ね、なるほどです。でかつソラナチェーン自体、あすみません、ソラナネイティブステーキング、このソル自体を持つことで APY も 8% というのが年利で得られますので、うん、それも、まあ、プラスアルファのおまけ程度のものですねという話です、うん、まあ、まとめると推奨はこのソラナネイティブステーキング、これを入れてデリゲートすることで、今デリゲートできるのソラナ の, ネイティブだけ、ね、そう、Sソルだけなので、うん、ネイティブだけなんですけど、これを20ドリできます、うん、もしくはそう、もしくはインフィニティの INF、うんうん、ちょっと名前他のやつと全部ソルなのにこれだけ INF なんかちょっと変なんですけど、うん、ここはクラウドのシーズン2のヘッドスタートって分かりますか、そのスタートラインが他の人よりちょっと前に立てるかもしれないことを期待できて、うん、ここもいいかもしれない、うん、と最後はこの H ソルというのは結構リスキーというか、まあ配らない可能性も大きいんですけど、でも一応ヘリウスというのにエクスポージャー持ちたい方というのが今限られていますので、そのできる道が、うん、なのでこの H ソルもいいかもしれないです、うん、この3つがおすすめってことですね。そうです、まあ、ソルをステーキングしたら必ずデリゲートすることですね。デリゲートしないとただ放置しているだけなので、うん、他のやつを選んだ方がいいってことです。そうですね、ソレイヤーのエアドルしか狙えないってことですね、うん、そうです。はい、ではすごい分かりやすかったです、ありがとうございます。カズマはですね、ツイッターとあとは先ほどご覧いただいたブログっていうのをやってますので、概要欄の方にリンク貼っておきます。非常に有益なツイートだったりブログ記事っていうのをアップしておりますので、フォローしておいてください。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。また有望なプロジェクトがありましたら登場して紹介してもらいましょう。再度告知です。10月14日月曜日祝日13時午後1時から最強エアドロコミュニティのズームセミナーを開催します。久保が運営しておりますディスコードの詳細をお話ししていきます。コミュニティ総利益10億円突破、今年の利益1000万円を超えるメンバー多数、ブラーザ FX 今月総利益3279万円、エアドロ実績や雰囲気など参考になると思います。参加者全員が驚異的なリターンを上げております。ラーザ FX の話もしようと思います。このような感謝の声が多数、紹介しきれないほど届いております。当たり前のように増えていてびっくり、こんなの今まで出会ったことがありません、すごすぎます、夢かと思ってほっぺたつねってみたら痛かったです。
ブラウザ FX の参加方法は最強宿コミュニティの Zoom セミナーでお伝えします。10月14日月曜日祝日13時からの Zoom にご参加ください。それでは今日も一生懸命頑張ってるその未来を作っていきましょう。ここについてからは大丈夫です。ディスコに入れば完璧です。今日の動画いいねと思ってもらえたらチャンネル登録とグッドボタン、通知ボタン、応援コメントをよろしくお願いします。